資源を有効に活用する循環型社会を目指して県は昨日環境に配慮したリサイクル製品を扱っている県内の企業に認定証を送りました県は資源を有効に活用する循環型社会を目指して県内でリサイクル製品の製造を加工したり環境に配慮した取り組みを行ったりしている企業に認定証を交付する制度を2004年度に設けています これまでに認定を受けたのは、県内の製品や企業など44件です。昨日行われた交付式には、県内の建設会社や和紙の製造会社など4つの企業の代表が出席し、それぞれに認定証が手渡されました。このうち、すくも市のグリーンエネルギー研究所は、枝や樹皮などを燃やしてできた灰を使った林業の作業道に敷き詰める路盤材を開発・製造していて、今回、 今回認定されました。認定されたということで非常に嬉しく思っております。安全性であったりとかですね、あとまあ使用のま効果であったりとかこういったものがですね、あの認定品ということで安心して使用していただけると思っております。県は今後も制度の周知徹底を図り、企業の取り組みを後押ししていきたい考えです。